どうもお世話になっておりますハムロのガンプラ製作です。ダンボール戦機より LBX ハンターです。定価1080円となっています。早速開封します。2011年に放送されたアニメ第1期のダンボール戦機が現在コロコロチャンネルにて第5話まで配信されています。ハンターですが、第1話の導入の回想シーン的なパートで登場した LBX です。本格的な登場は、5話以降ということだと思います。ランナーの仕様などは前回、前々回の動画で組み立てたアキレスやデクー同様ですね。パーツは手で外すことが可能となっています。関節などで使われるパーツのランナーはアキレスやデクーとは内容が異なっているようです。配色も複雑な LBX でシールの面積もやや多めとなっているようです。はい、それでは組み立てていきます。ハンターも過去に発売されたキットのリニューアルなんですが、商品の説明ではバンの親友青島和也が操る狙撃型 LBX がリニューアルして復活。頭部は新規パーツにより色再現が向上、シールではなくパーツによる成型色で色分けを強化。関節パーツの素材を変更し強度アップに成功、ワイルドフレームの関節も強化ということなんですが、過去のキットから頭部や太もものブロックの色再現度が上がっているようですね。ただそうは言ってもシールの、ね、量はそれなりにあります。またこちらのキットも関節パーツの素材に変更があるようですね。さあということで、前回に引き続き、ダンボール戦機を知ろうということで、今回は LBX についてです。2042年にタイニーオービット社が発売した人型のホビー用小型ロボット、開発者は山野純一郎博士。発売時はあまりに高性能すぎたため危険性を指摘され、発売中止に追い込まれるが、強化段ボールの発明によりホビー製品として市販が再開された。子供たちを中心にブームとなり、さまざまなメーカーが製品開発販売に参入している。市販品のほかワンオフ機も存在しており、主要人物の使う機体は市販品であってもカラーリングや性能をカスタムしている場合が多い。再発売された際にダンボール戦機のシリーズ名が付けられ、劇中の LBX 製品パッケージに記載されているが、劇中の人物はもっぱら LBX リトルバトラーエクスペリエンスの略と呼んでいる。劇中登場する LBX キット製品パッケージ上面のボックスアートとグラフィックデザインは実在の1分の1 LBX プラモデルのものと同じである。 LBX の構造はコアスケルトンと呼ばれる骨組みにアーマーフレームと呼ばれる外装パーツを取り付けるもので、さらにコアスケルトンにはバッテリーやモーター、コアメモリといったコアパーツを取り付けるコアボックスが内蔵される。これらをプラモデルのようにカスタマイズして自分の機体を組み立てる。コアパーツには胸部前面から出し入れするものと背面から出し入れするものがある。動力系についてはバッテリーから供給された電力によりモーターを駆動し、アクチュエーターで機体各部を動作させる。モーターの基本構造は特殊なものではなく一般的な回転軸を持つ電動機である。腕部は武器や道具を保持したり作業を行ったりするマニピュレーターだが、機種やパーツによっては腕そのものが武器になっている場合もある。手のひらにはコンピューター機器にアクセスするコネクト端子の機能がある。コアメモリは LBX の戦闘学習データが蓄積されると同時にプレイヤー個人のデータが登録されたカードであり、認証された持ち主以外が LBX を操ることはできないようになっている。メモリは LBX 自身の活動に用いられるだけでなく、LBX 自体を動く記憶媒体として活用することも可能である。
この場合、情報は手のひらの接触端子や CCM の無線送受信でやり取りされる。装備した武器の威力は相当なもので、一般的に市販されているものでも家具を破壊したりできるほど強力であり、初めて世に出てから間もなく危険なおもちゃとして一時発売禁止になったのはこれが原因である。劇中、悪の組織やそれと戦う主人公たちの機体はさらに強力で、兵器と呼んで差し支えない破壊力を持つ。必殺ファンクションを使えば城の大扉やビルの壁などを破壊できる。 LBX が被った軽度の損傷は市販されるリペアキットで修理可能だが、コアスケルトの内部などの高度な部位が破損した場合は、一般の LBX プレイヤーはメーカーや専門家へ機体の修理を出さねばならなくなる。はい、ということですね。そして説明書の方に、今組み立てているハンターについての簡単な解説がありますので、そちらもね、読み上げておきましょう。謎の開発者 J が設計した LBX、タイニーオービット社によって製造され、数の愛機となる。アーマーフレームのタイプはワイルドフレーム。長距離射撃を目的としているため、センサー系の精度が従来の LBX に対して圧倒的に有利な点が特徴。また、長距離戦を目的としながらも、LBX 本体の動きも感度が高められており、機敏な動きを誇る。はい、ということで組み立ての方も完了しております。アキレスやデクーよりもさらに奥行きがあって、ボリューム感があります。関節の構造も特殊で、脚部は鳥の足や、動物の後ろ足のような独特の外観をしています。主要関節の使用は、他の LBX と共通なので、ブロックごと入れ替えることが可能となっています。こちらがハンターライフルです。ハンドパーツは武器の持ち手を兼ねた握り手が右、そして左の平手が付属します。ボディ内部にはコアメモリが再現されています。着脱も可能となっています。頭部や太ももなど過去のキットのパーツが余剰となっています。はい、可動ですね。顔の向きや角度など比較的自由につけることができます。また首は1回転します。腰に回転軸で1回転します。肩、上腕の付け根、手首はそれぞれ1回転します。肘関節に引き出しギミックはありませんが、90度以上曲がります。尻尾はボールジョイントです。1回転します。またある程度柔軟に角度をつけることもできます。スカートがありませんので、股関節は干渉する要素はありません。横方向はあまり広く開脚できませんが、縦方向は完全に開脚ができます。大腿部は別パーツ化はされていますが、回転軸はありません。膝関節は引き出しギミックはありませんが、90度以上曲がります。脚部については1箇所多く関節があります。動物でいうと足首に当たる部分なのかなと思われる場所ですが、ここはほぼ動きません。その下の足首っぽく見える関節は1回転、さらに柔軟に動かすことができます。爪の付け根部分、180度近く曲がります。はい、アキレスやデクーとは関節の構造が若干異なるので、動かしていても比較的安定感があるかなという印象です。また干渉して外れる要素もないので、扱いやすい方ではないかと思います。はい、合わせ目ですね。腹部、前腕、太もも、尻尾、そしてライフルなどに、それぞれ合わせ目が露出します。背中や足の関節にあるスパイク部分、そして足裏などに、
肉抜き穴があります。はい、ということでダンボール戦機より LBX ハンターの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。